ご視聴ありがとうございます、プレイヤー使いがですね、ティファ発売までまだまだ期間もありまして、でしばらく、ご無沙汰でしたんですが、たまにはっていうことで今回やっていきたいと思います。それでですね、今回はリペイントやってみたいと思います。ここにいるクラウドさんなんですが、一度散髪動画出したんですが、今回はですね、さらにいじっていきたいと思います。よかったら見ていってください。でまず最初にですね、このモンブランやパスタと定評のある髪の毛ですね、これをですね、つや消し一旦してみたらどうなるかっていうのをやってみたいと思います。それで撮影する技術っていうのがないので、塗装は、もうやってきちゃいます。では行ってきます。はい、できまして、乾いたので、取り付けてみてこんな感じになります。どうですかね、ちょっと分かりにくいですかね。一応オリジナルと比べるとこんな感じで違います。でも結構ツヤはなくなりましたよね。で結構これだけでもいいような気もするんですが、でもなんとなくやっぱり金髪感がないですよね。ということで、もう今回はですね、色まで変えちゃいたいと思います。それで今回もう髪の毛と顔を完全に分けて取り外しちゃおうと思ったんですが、フェイス部分も分割されてるのか、なんか溝があるんですよね。でちょっとやっぱり取り外し怖いので、マスキングテープにしちゃいたいと思います。とりあえず一旦お顔を隠していきます。はい、できました。一応これでお顔は完全防備できましたので、色をですね、塗っていきたいと思います。で室内に、塗装スペースなんてないので、外でやってきます。お待ちください。はい、塗ってきました。こんな感じの色になりました。といってもですね、これルナフレーヌのリペイントやった時と同じ塗料使っちゃってます。どうですかね、少しは金髪っぽい色になりましたかね。一旦お顔を出して確認してみますね。はい、取り付けました、こんな感じになりました。はい、では一旦体にも取り付けてみました、こんな感じになります。どうでしょうか、少しは金髪感が増しましたでしょうか。一応ですね、またオリジナルと比べてみたいと思います。はい、こんな感じに変わりました、どうでしょうか、金髪感どうですかね、どっちの方がいいですかね。でもそんな悪くはないですよね。金髪っぽさは少し増したかと思うので、とりあえずこれでいきたいと思います。それで、これで終わりだと、ちょっとつまらないと思いますので、今回ちゃんとですね、お顔も少しリペイントしていきたいと思います。今回のクラウドバージョン2なんですが、もうそのままでも十分かっこいいと思うんですが、不満を挙げるとすれば、瞳の色とかなんですよね。拡大すると、結構プリント感が出てしまってるっていうのと、あと色がですね、少し青すぎると思うんですよね。拡大してみるとこんな感じなんですが、結構青って色をしてますよね。でもですね、今回結構いろんな画像とかを見てみると、結構どちらかというとグリーンっぽい瞳の色をしてるんですよね。そしてですね、こんな時に超頼もしいのがこのマテリアルアルティマニア。
設定資料なので超わかりやすい、本来はですね、まあ、こんな感じになるみたいです。うん、まあといってもここまで細かくはもうもちろん塗れないですけどね。まあでもやっぱりフィギュアの方は結構青すぎますよね。ということでですね、瞳の色をですね少し、変えていきたいと思います。まず最初にですね髪の毛を保護していきたいと思います。マスキングテープで、髪を覆います。こんな感じで OK ですかね。はい、ではですね塗る前の、光沢スプレーを拭いていきたいと思います。ですいません、光沢の下地をですね塗ったところを取り忘れちゃいました。ということで、もう塗り始めていきたいと思います。で、色なんか難しいんですよね。黄色を塗ってもいまいちでしたし、緑だと緑すぎたりとか色が難しかったです。それでですね、瞳以外もですね、鼻の穴とですね、口をですね、もうちょっと濃くしたくてですね、黒い線を、入れてみたいと思います。はい、とりあえず完成しました。こんな感じです。最初取れなかったテカテカヘッドは、こんな感じになってます。で今回やった作業なんですが、瞳の色をですね、ちょっと緑っぽくしまして、であと鼻の穴とですね口の線にですね黒を入れました。とりあえずこれで一旦完成になりますので、今度はですね艶消しのスプレーを、拭いていきたいと思います。はい、でまあ塗り終わり乾きましたので、髪の毛をですね、取り付けてみたいと思います。はい、ということで髪もつけまして、こんな感じになりました。ではですねもう首に取り付けたいと思います。画像で見るとこんな感じです。どうでしょうか。拡大するとこんな感じです。まあでも前よりだいぶ瞳の色は緑っぽくなりましたよね。あとですね、まあ、鼻の穴とですね口の線がですね少し濃いめになりました。一応ですねオリジナルと比べると、こんな感じに変わりました。まず髪ですね、少し金っぽくもなった気がしなくもないですかね。で髪型もですね少し削って、まあ、散髪したので見え方は少し違いますかね。それで瞳なんですが、まあ、緑に少しなったのと、あとプリント感も少しなくなったのも、良くなったんじゃないかなと思います。あとですね瞳孔も少し塗ったんですが、失敗したのか元からなのか少しですね視線が、違和感ほんのちょっとあります。鼻のこの穴と口元どうですかね。なんか線が入った方がくっきり見えていいような気がするんですけど、どうですかね。それで艶消しが綺麗にできてないのか、少しテカっちゃってますかね。なんか油っぽいクラウド君に見えなくもないです。まあでもですね今回のこのリペイントそんな悪くはないですよね。おもちゃ感少しなくなった気が個人的にはするんですけど、どうでしょうか。なんかリアルになった気が、個人的にはします。微妙でしたかね。どうでしょうか。ではですねこの完成したリペイントクラウドさんを使ってですねいくつかですね写真撮ってみました。最後これをですね載せて終わりにしたいと思います。
以上になります。今回ですね、髪の毛の色と、お顔をですね少しリペイントしてみたでした。いかがでしたでしょうか。で、今回のクラウドバージョン2なんですが、最初にも言ったんですが、もともと出来いいんですよね。かっこいいですよね。ですので、まあ、大きく変わるようなリペイントっていうのは全然する必要はないと思います。今回の私のも本当髪の毛の色をそのまま変えて、瞳の本当部分だけを塗り直したくらいですので、元のベースの顔からはほとんど変わってないんですよね。まあ良くなったかどうかっていうのは人それぞれかと思いますので、もう私はまあ、失敗はしてないと思います。どちらかというとまあうまくいったかなと思います。どうですかね、悪くなりましたかね。ぜひですね、良くなったってことでしたら高評価、微妙だということでしたら低評価で教えていただけたらと思います。まあでもですね、何枚か写真撮ってみたんですけど、個人的に結構このリペイントクラウド君気に入りました。はい、ということでですね、今回はこの辺で、終わりにしたいと思います。いかがでしたでしょうか。それで、まあ、冒頭言いましたが、次ですね、ティファ発売まで、まだ2月発売予定ということで結構あるんですよね。ということで FF、プレイ扱い関連の動画なんですが投稿したいんですが、まあ、それほどネタもないので、今回リペイントをしたわけなんですが、今後もですね、なんか面白いネタとかあったらですね、投稿してみたいなと思ってますので、ぜひまた見に来てください。あとですね、以前にコメントをいただきましたアドベントチルドレン版のクラウドフェンリルですね、あれレビューしたいなと思ってますので、タイミング見て、動画上げたいと思いますので、よかったらそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今回は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後もですね、こんな感じでリペイントですとか、そういったプレイヤー扱い関連動画もですね、出すことはあるかと思いますので、よかったらまた見に来てください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。